ボンジュー皆様こんにちは、フィグマニのガクです。今日はですね、こちら僕が初めてお迎えさせていただくホットトイズのアイアンマンの開封レビューの方を行わせていただきたいと思います。こちらアイアンマンマーク7の開封レビューの方を行わせていただきたいと思います。ホットトイズさんからはたくさんのアイアンマンのフィギュアが発売されているんですが、僕フィグマニの一番初めの一体として選ばさせていただいたアイアンマンはこちらマーク7になります。こちらね、今回アベンジャーズ、マーベル、アイアンマンマーク7ということでね、大キャストのね文字が眩しいですね。こちらね、脇からスライドさせて出す箱のタイプでですね、こちら発泡スチロールのね箱に入ってるようですね。すごいですねこの箱ね。ちょっとこうイラストのアイアンマンですね、マーク7にこちらゴールドのですねラインが、ホットトイズムービーマスターピースのねロゴが書いてあって、ダイキャストの文字なんです。ここだけですねちょっとザラザラした感じのねゴールドの印刷がされていて、アイアンマンマーク7のロゴは金のね白押しのプリントがね施されてますね。後ろはこのような感じですね。で上の面と下の面ですね、このような感じでね、かなりですねずっしり重い感じですね。重さを測ってみたらですね、実際に約 2.5 キロもあるかなり重いずっしりとしたね、さすがダイキャストフィギュアだと思いますね。それでは早速ね、こちらのマーク7箱から出してみたいと思います。かなりね立派な箱ですのでね、あ、このような感じでパカッと黒い発泡スチロールの箱にね入ってるようですね。で、あ、裏側はこのような感じでですね、結構付属品は裏についている感じでしょうかね。まずこちらの表のね箱からちょっと開けてみたいと思います。お、結構硬いですね。パカッと、おお、こんな感じ、はい、このような感じでね、ビニール開けてみました。見えますでしょうかね。すごいですね。お、これはすごいですね。かなり大きいですね。で、なおかつ、パッと見感じたことはですね、こう、ダメージ加工が施されているところどころですね。膝の部分であったり、この辺ももの部分ですね、ダメージ加工がされてますね。あ、こんな感じで、ね、手のひらとかお顔ですね、お顔も普通のダメージのない少ないお顔と、あとダメージのあるねお顔がついていて、こちらねトニー・スタークの、ロバート・ダウニー・ジュニアのお顔のついてるヘッドとかもねついてますね。あ、これはすごいですね。替えの手首とかもねいろいろついていて、あ、これはすっごいですね。この真ん中のリアクターって言うんですか、すいませんね、僕実は本当に今アイロンマン2を映画でネットフリックスの方で今日本語版で見てるので、今までアイロンマンとか映画見てきたんですけど、アイアンマンですね、アイアンマンの映画見てきたんですけど、いつもフランス語で見てきたのでね、今ちょっとより詳しく理解するために日本語版で見直してるんですけど、かなりねすごいですねこれはね。はあ、こちらの裏箱にこんな感じでこう二重になってるんですね。下の段の箱ですね、あ、結構付属品多いんですね。これだけ付属品これだけかななんてちょっと思っていたら、かなりですね付属品このような感じで2段になってね入ってるということでね、あ、すごいですね。ちょっと付属品が多いとちょっとね、個人的には結構フィギュアとかね付属品が多いのはいいんですけど、多すぎるとちょっとこうねちょっと疲れてしまうので、ちょっと今見たらこのボタン電池っていうんですか、こんなちっちゃなボタン電池だとは思わなかったので、普段使ってるボタン電池よりもね5分の1ぐらいの大きさ
から3分の1ぐらいの大きさのボタン電池、こんなちっちゃいと思わなかったですね。アイロンマンだけではなくていろいろね、ホットトイズさんのフィギュア電池を入れるとは聞いていたんですけど、まさかここまでちっちゃな電池を入れるとはね思っていなかったので、ちょっとびっくりしましたね。それではですね、これからですね、詳しくこちらのねアイロンマンマーク7の方を開封していきたいと思います。それでは早速ね箱から開けてみたいと思います。やはりですね、ダイキャストなだけあって箱にね入ってる状態すごく立派ですね。豪華で高級感がねあってすごくいいですね。このようにね新しくフィギュアを箱から出すときねすごくいいですよね。やはりダイキャスト製なだけあってかなり重たいですね。こちらねフードの部分にビニールがついているので外しますと、アイアンマンのねいつものフェイスが出てきますね。それぞれの関節を保護する意味で発泡スチロールでねプロテクトがされておりますね。それぞれ一つずつ剥がしていきたいと思います。足の部分ですね、かなりきつめに関節がね入っているので、関節を緩めつつ発泡スチロールをね取っていくのがかなり大変な作業でしたね。壊さないかどうか初めてだったのでね、結構パーツが外れてしまってねポロポロ落ちるパーツなんかもあったりして、恐る恐る関節を引き出したり緩めたりしてね剥がしていきました。足首の部分もねこのようにしっかりプロテクトされていて、さすがねホットトイズさんの高級フィギュアなだけあって品質管理ね徹底してますね。このような感じで箱からアイアンマン出してみました。かなりねずっしりして高級感があっていいですね。次にフェイスの方ね出してみたいと思います。こちらですね、ロバート・ダウニー・ジュニアに似ているかどうか、パッと見かなり似ているのではないかなとは思うんですけどね、いかがでしょうかね。ちょっと髪の部分が見えないのでおでこがちょっとハゲ上がってるような感じなんですけど、まあ似てなくもないかなという感じでしょうかね。まあ文句のない出来ではないでしょうかね、ロバート・ダウニー・ジュニアにね。次にこちらがダメージフェイスバージョンですね。頭、フィギュアのついている頭の部分がノーマルで、こちらが付け替え用のダメージフェイスですね。次にこちら、替えのね手首のパーツですね。こちらが武器のついているパーツで、こちらが可動指のタイプですね。こちらの指がですね、親指から小指までですね、指の関節がすべて可動するタイプになってますね。さすが驚きのホットトイズクオリティだなと思いましたね。すごいですよね。で、もう一方ですね、こちらが開き手の部分で、手の真ん中にね、光らせられるように透明なクリアパーツがね、施されてますね。こちらが取扱説明書ですね。さすがインターナショナルなホットトイズさんなだけあって、英語、日本語、いろいろね、中国語だったり、多言語で取扱説明書が書かれていて、初心者の方はね、やはり僕みたいな初心者はね、取扱説明書読まなきゃなかなかね、安心して遊べなかったりしますね。親切丁寧に書いてあるのですごく助かりましたね。次にこちらがね、他の付属品ですね。こちら肩や腿、足のパーツですね。開けてみますと、このような感じでね、こう組み替えできるパーツの差し替えのね、パーツだと思いますね。こちらが桃田のパーツですね。武器が露出してるタイプですね。で、こちらが、手首の腕の部分ですね。ミサイルが出てますよね。で、こちらが足首の
替えのパーツでね、ちゃんとダイキャスト製でかなり重い足首のパーツになってますね。で、こちら多分背中のパーツだと思いますね。で、こちら、ビームのね、替えのパーツですね。で、こちらがダメージの胸部の部分のパーツとボタンですね。あと台座ですね。かなりね、ダメージの表現がすごくしっかりつけられていて、リアルでいいですよね。で、こちらが肩のね、リアクターの部分の武器が出た、開いたタイプのね、肩のパーツですね。ね、かなり細かく武器が塗装されていて、ミサイルの部分の表現なんかも素晴らしいですね。裏もしっかり塗装されておりますね。こちらが肩のダメージパーツですね。で、こちら多分、組み替えの時に使う隠す部分ですね。で、こちらがジェットノズルか何かでしょうかね。こちらがボタン電池ですね。第1章とありますね。で、こちらがスタンドの腰の部分で止める部分のバネがついてるね、金具ですね。で、支柱がフレキシブルな黒いタイプがついてますね。で、こちらがスタンドベースなんですけど、リアルな塗りとね、表現で薬莢ですとか、アスファルトの汚れやプリントなんかもね、すごいですよね。表現力がね。で、また電池を入れると光るタイプになってるようですね。それでは早速ね、ボタン電池の方を入れていってみたいと思います。かなりね、ちっちゃいのでね、ちょっと緊張しますね。このようにヘッドパーツを外して、ミニドライバーでね、蓋の方を開けてボタンの方を仕込んでいく形になるんですけど、手で指でやるにはかなり難しかったので僕はピンセットをね、使って入れてみました。このような感じで点灯させるとかなりね、光りますよね。すごいですよね。またですね、このように背中にボタンを入れると胸元が光るようになっていたりですね、腕の部分にボタンを入れると手のひらがね、光る仕様になってますね。かなりいっぱいボタンを入れなきゃいけないので時間がかかるのでね、ゆっくりやっていきました。このようにね、ダメージバージョンの胸元の部分にもね、電池を入れて光らせることができる仕様でね、このように暗闇で光らせるとこれぞアイアンマンといった感じでね、いいですね。今回のですね、こちらのアイアンマンマーク7に決めるまでね、本当にこういろいろあってですね、大変だったんですね。なぜかと申しますと、こちらのですね、ホットトイズのアイアンマンのフィギュアですね、一言に言ってもですね、本当にたくさんのアイアンマンのフィギュアが発売されていて、6分の1サイズだったり4分の1サイズだったりね、メタルのダイキャスト製だったり初期のダイキャスト製じゃないものだったり、本当にたくさん今までのですね、ホットトイズの中で発売されていたので、じゃあ初心者のですね、ホットトイズなおかつアイアンマンの初心者の僕が一体どのアイアンマンのフィギュアをお迎えしたらいいのかちょっとわからなかったのでですね、 Google 検索の方でですね、ホットトイズアイアンマン1番とかですね、ホットトイズアイアンマンおすすめとかでちょっと Google 検索でググってみてですね、調べてみたんですね。そうしたらですね、たくさんの皆さんのね、意見、今までのホットトイズの先輩たちの意見があって、やっぱりその意見を見るとマーク43がいいとかね、マーク47、46がいいんではないかとかご意見があったりですね、あとは最近出たばっかりのマーク85ですね、85番がいいのではないかとか、1個前のマーク50、50番がいいのではないかとかね、いろいろあって、まあこのマーク7もね、結構たくさんの方が勧めてらっしゃったんですね。で、悩みに悩んでいろいろたくさんアイアンマンが出ている中で、一応マーク7とですね、マーク50とマーク85の3つに絞ったんですね。で、一応マーク85ですね、最近発売されたばかり、昨年末から今年の1月に発売されたばかりのマーク85がいいかなと思ったんですけど、皆さんの意見を見てみたらですね、マーク85、85番はですね、フェイスパーツ、ロバート・ダウニー・ジュニアのフェイスパーツが全然似てない問題とですね、あと肩のパーツのですね、組み違いがあったということで、ちょっといろいろな問題があったということでね、ちょっと長く語ると、マーク85、85のね、
お話長くなってしまうのでちょっと省くんですけど、なのでまあじゃあマーク7とマーク50ですね、ナンバー7とナンバー50の2個に絞ったんですね。その2個どっちにしようかなって迷っていたら、やっぱりマーク50ですね、50番の方はナノテクノスーツって言うんですか、ナノテクノスーツ、アイアンマンのスーツだったということで、ちょっとゴツゴツしたメカっぽいアイアンマンではなく、ちょっと流れるようなフォルムでね、流線形のようなフォルムで、ちょっとつるっとと言いますか、ぬめっとしてるという意見があって、じゃあまあ僕ね、アイアンマン初心者なので、ベーシックな本当に基本的なね、皆さんがおすすめして、結構たくさんの方ですね、46、47とか43とか50とかって皆さんおっしゃってたんですけど、7ですね、マーク7の方も結構多かったので、じゃあマーク7をお迎えしようと思って、今回ねアメリカのホットトイズの正式代理店のサイドショーさんから直接ね、インターネットでお迎えさせていただきました。それではそれぞれパーツを外していき、スーツポットモードに換装していきたいと思います。いろいろねパーツを外す上でですね、かなりヒヤヒヤしながらね、壊さないかどうか、せっかくねお迎えさせていただいたマーク7壊してしまったら大変なのでね、注意しながら、でも力を入れないとね、パーツがなかなか取れなかったりして大変だったんですけどね、ちょっと頑張ってスーツポットモードにしてみました。一度ねやればもう十分で、もう二度としないなぁと思うぐらい大変でしたね。これにビームをつけて完成ですね。まあつけなくてもいいんですけどね、一応つけてみました。はい、それではですね、今回のマーク7の開封レビューいかがだったでしょうか。僕もですね、まだまだホットトイズですとか、こちらのアイアンマンですね、アイアンマンのフィギュア初心者なので、知らないこと、間違ってることとかね、もしかしたら多々あるかもしれないので、もしお気づきの箇所がございましたら、こちらの動画の概要欄にね、ここ間違ってたよとか、こういった感じなんだよとかね、もしよろしければ感想を書いていただけたら幸いです。
こちらですね、マーク7をお迎えさせていただいたんですけどね、こちらのマーク7の他にもまだまだ欲しいアイアンマンのフィギュアいっぱいありまして、例えばね、基本的なマーク3であったり、最後までね、こちらのマーク7と悩んでいたマーク50ですね。マーク50も欲しいなと思っていたり、またこういった感じの正規のシリーズではなく、ちょっと変わり種のね、金ピカの、こう、金キラ金のね、ミダスであったり、黒にですね、蛍光カラーの目を引くような本当に綺麗なネオンテックシリーズであったり、あともしくはですね、もうすぐですね、こちらのアイアンマンのマーク5が再販されるということで、来年ですね、来年に再販されるということで、やっぱりこう、ホットトイズさんですね、以前発売されたフィギュアを再度ですね、同じような感じで、似たような仕様で再販してくださるということでね、僕みたいな初心者のファンにも優しい仕様となっていてね、ホットトイズさん、かゆいところに手の届く、本当にね、素晴らしいメーカーだと思いますね。ということで、今回ね、長々と僕のアイアンマンのフィギュアの開封レビューご覧いただき本当にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録何卒どうかよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画や開封レビューでお会いいたしましょう。フィグマニのガクでした。